体重コンピューターチェック。チェックします。名前ムルロア、種別宇宙大怪獣、身長62メートル、重さ39000トン、能力口から出す液体で溶かす。M78 星雲からウルトラ戦士たちがウルトラベルを運んできた。これを打ち鳴らし、怪獣ムルロワが吐いた黒い雲を吹き払うためだ。地球人の宇宙空間での核実験でしっぺ返しのなかったことはない。放射能の恐怖、宇宙人の報復攻撃、そして故郷を破壊された怪獣たちの悲しい復讐。それでも兵器開発をやめようとしない地球から核ミサイルが一発飛んでいった。トロン爆弾という名のそいつは大宇宙の彼方のムルロア星をコッパみじんに吹き飛ばした。その死の灰の中からまたしても恐ろしい復讐の鬼が誕生してしまった。ムルロア星の小動物が変身した宇宙大怪獣ムルロアである。スペースボスと呼ばれる宇宙の蛾を自分の手足のように操る力を持っている。スペースボスを従えている理由は2つある。1つは地球のような惑星の大気中ではほとんど視力が効かないため自分を先導してくれるものが必要なこと。もう一つはムルロアは太陽などの光が大嫌いという性質を持っていることである。蛾は光に集まる習性を持っている。したがってムルロアの嫌いな発光物体を叩き壊すためのいいガイドになってくれるからである。とにかくムルロアは光が大嫌い。体についているパイプからアトミックフォッグという黒い雲を吐き出し太陽の光を遮ってしまう。その威力はものすごく、わずか20分で地球すべてを覆い尽くしてしまったほどだ。ウルトラマンタロウは AZ1974 爆弾の力を借りながらムルロアを退治。ウルトラ戦士たちはウルトラベルを返すために飛んでいった。